おい、嘘だろ。この壁はドクロ壁だぞ。奴らにこの壁を越えられるはずがない。いや、落ち着け、これは夢だ。まさかジャイアントがこの村に侵入してくる。いや、そんなわけがない。我々は50年間の間、ジャイアントの侵攻を防ぐため大きな壁を作り上げてきた。村人たちは安全な生活をしてきた。しかし今この地球で何かが起ころうとしている。ジャイアント48。どうも皆さん、こんにちは、キョウキョウです。はい、ジャイアント48、早速ですね、まあ行きたいと思います。まあ壁なんてね、こんなね、例えばウォールブレイカーとか使ってますけど、実際問題はピョンつってね、もうこれで越えられますから。奴らにこの壁を越えられるはずがない。でこれでウェーウェーでいきますからね。ウェーでウェーでいきますからね。ジャイアントがこの村に侵入してくる。いや、そんなわけがない。ウェーウィーウィー。もう壁なんてね、もう私からしたらね、関係ない。そんなね、壁とかね、皆さんどうせこうファーミングしてね、こう一生懸命塗ってるわけですよ。毎日お金貯めて、で村が壊されないように、壊されないようにやってるんでしょうけどね、私からしたら壁とかもう関係ありません。まあね、まあこんな感じでね、もうこうやってちょっと回り道するの嫌だからね、こうやってウィーンってね、ほらほらほら、壁関係ない、壁なんて関係ないよ実際ね。はーい、もあちょっとねダメージ少なくなってきたけどね。まあ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 、あれちょっといない、あれ、あ、じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。